ちょっとね、やっぱり実は寝不足で眠いので、ただ、ね、眠いんじゃないですか、寝不足でだるいので、寝てはないんですけど、まあ、目覚めで、まあ、炭酸飲料とか買ってきましたね。で、やっていきます。で、このゲームですね、ちょっと調べたんですけど、昔になんかね、3DS とか、あとは、スマホとかでもね、遊べたゲームらしいので、まあまあ、それだったら、まあ自分は任天堂スイッチで、購入したんですけど、どこ行くんだっけ？ああ、ちょっといろいろね、動画外で進めてしまったんですけど、とりあえずここですね。で、ここの街でいいと思うんですよ。イアットだっけ？あ、看板がここにあるな。イアット、術式発祥の街。こんにちは。イアットはね、最初に術式を発見した国なのよ。国というよりも一人の、神殿に行けと。このゲームですね、安売りされてる時に購入したんですけど、ミネル、名前なら聞いたことある。でも、じゃあ、こういうこと言うのはどうなんだろうな。安売りされてるので買ってみたんですけど、これ安売りされてなかったらちょっと、あまりおすすめできないかなっていう感じかな。剣を見える。この人なんかありそうだな。有名な話。昔、ラストラという、大魔術、マイ、大魔刀術師がいた。剣を見えるは、その弟子。あなたがコルデアさん？コルデアってなんだっけ？探してる人だっけ？そうだけど、どうしてわかったの？なんか格好が違いますからね。やっとに剣を見えるの親友がいるって聞いて。あれ、親友だったっけ？記憶がね。ぜひお会いしてお聞きしたかったお話があるんです。クロノスのかけらについてちょっとって言葉はどこにもないけど、どっから出てきた？なんか知ってますか？俺たちかけらを探してるんです。君のその指輪、綺麗だね。あ、それだけ？あ、ありがとうございます。君によく似合ってるしね。僕指輪してないんですけど、指輪したいなと思ってはいるんですが、まあ、衛生的な問題でどうかなと。あとは、そうそう、クロノスのかけらだったね。クロノスのかけらは全部で4つ存在する。把握してるだけで2つで、あと1つは場所は一応分かってる。で、もう1つは不明かな。4人の弟子に受け継がれてバラバラに保管されている。どこにあるです？なぜかけらが欲しいんだ？クロノスの力を狙ってるやつがいるのよ。それに大切な人を探してるんです。かけらと一緒にいなくなったので。いましたけどね。なんか襲ってきましたけど。かけらを追っていれば見つかるかもしれない。うむ。実は俺も知らんのだ。しかしまあ探してやらんこともない。俺なら、剣をミネルの宝玉を使ってかけらの場所を見つけられる。何それ。本当ですか？ああ。宝玉を持ってこれたら教えてやろう。ああ、それを、神教の宝玉といって代々ゴズレス国に受け継がれているっていう噂で、ゴズレス国は前にいた気がするけどな。
ミルカオに聞いてみましょう。まだ戻らないといけないのか、お使いっていうか。いや、とりあえず、街の散策は後にして、先に、あの王様教えてくれるかな？どこだっけ？ワールドマップ見る限り、あと半分くらいかなっていう感じがするんですけど、某クエストみたいになんかあの下の世界があるとかあるのかな。それはないと思うんだけど、なんか何だお前たち、何の用で戻ってきた。相変わらずこの王様の顔を何か思い出せないんだよな。すごくね、あのモヤモヤするんですよ。わかります？あのこの思い出せそうで思い出せないっていう、結構そういうのあるんですよね。まあ、あの、人の顔に限らず、人の顔っていうかキャラクターに限らず、あの、歌詞とかね、歌の。探してるものがあるの。心境の方で知ってる？ああ、知っているよ。父親から受け取った僕の宝さ。それを貸してほしいの。なんだと？いい加減にしろ。まだ僕から宝を奪うつもりか。まだっていうか、何もまだ奪ってない気がするんだけど、逆に奪われたんよね、他の人に。少し貸してくれるだけでいいんだ。嫌だね、あの宝玉は僕の宝だ。意地悪ね、貸してくれるくらいいいじゃない。まあ、ね、なくされる場合、可能性もありますからね。あとは、まあ、奪われるとか。ケチだケチ、王のくせに。まあ、王様は基本、どう、あんまりお金使いすぎるのもなんか国民から、まあすでにこの王様は手遅れですけど、王のくせに。そうとも、僕は王なのだ。意地悪でもケチでも揺るぎなく僕はござる。あ、またこのセリフか。そしてまた戦うの？何度も戦うな、これ。もうささっと倒したいな。ただこう、戦うってことは、強くはなってると思うんで。あれ、使ったっけ？使ってないな。あの、何が上がってるか全然わかんないな。そうそう、これ、あの、上がり、重複してるのかな？とりあえず、防御力下げたい。下がってないよな。あ、結構レベル上がってるから、そこまで痛くないかな。あ、でも結構ダメージにムラがあるな。700今食らったな。ああ、倒した倒した。相変わらず喉飴くれるんだな。もういい。もう十分だ。貸してくれればさあ、それでいいの。さあ、それでいいのじゃないな。それでいいの、さあ、早く。残念だな。ここに、宝玉はここにはない。もう、そういうの本当にいらない。さっさと。本当にないと思うよ。多分、ない、名前忘れた。誰だっけ。ないものはない。お前たちの探す宝玉は、別荘のあるところに隠してある。別荘のどこだ？貸してほしいなら自分たちで見つけ出すんだな。本当嫌なやつ。凶暴な番犬ジョンだったかな。まあ名前忘れたがせいで食い殺されないように気をつけるんだな。絶対取ってきてやるです。多分その番犬がボスなのかな。そういえば、防具とか強くできる？足りないな。足りないな。これは足りるな。武器は、
足りないな。このゲームちょっとね、レビューとかいろいろ見たんですけど、そこまで低くはないんですが、やっぱり素材集めるのがすごく面倒くさいという、意見がありましたね。本当にこれは思います。もう少し楽だったらね、まあ、ちょっと、なんだろう。RPG としてはちょっと物足りない感はありますが、まあ、値段、そうなのかな。なんだかんだで、ダウンロードで購入するゲームって、結構高いなっていう感じがあるんですよね。こっち行ったっけ？一応全部行ってるのか。これは多分さっきのっていうか、あ、これはもう魔法だな。早く動いて、うん、経験値は多いです。よし、こっちで、あ、これ全部倒さないといけないんだな。何気に、サーナ以外は HP2000 超えてるのか。いや、こう思うと強くなったな。こっちか。これをやらないといけないのか。まあ、こっちで合ってるかどうかもちょっと怪しいんですが、ですが。とりあえずやり直しにならないように慎重にやりましょう。まあ、こういった、なんだろう、謎解き要素っていうのは、間違えた。もう本当に子供とかにもいいと思うんですけど、僕みたいな、老人にもね、なんかあるな。犬の鳴き声聞こえる。もしかして、ミルカが言ってた。凶暴な番犬か。でもよく聞こえないです。姿も見えない。調べてみましょう。その前に、回復はしておいた方が良さそうで、セーブもしよっか。はい、レベル36か。まあこの近くから聞こえるな。こういうのは大体こういうとこじゃないの？あ、ここから聞こえるな。玉座から聞こえるわ。でもどうして玉座なの？確かに。あ、玉座の裏に何かあるです。階段ですか？ちょっと見せて。あ、階段か。まさかこんなところに階段があったなんて。なんかすごく吠えてるけど、声がはっきり聞こえるです。きっとこの奥にいるんだ。閉じ込められてるの？ああ、いきなり。この、あれは、何を食べて生きていたんだろう。怖そうなワンちゃんです。ごめんね、恨みはないんだけど。ああ、見た目は、
ジョンビ、ジョンビ、ちゃんと名前があるんだな。とりあえずガード上げて、素早さ上げる。700か。とりあえず2発は耐えられそうなので。あ、これは楽に倒せそうかな。あ、倒した倒した。しかも炎が弱点。うん。これが宝玉か。見つけ出してやったです。まあ少し借りるだけよね。うん。ホルデアさんに、あ、そうかそうか。出ましょう。これで、なんか王様に会いに行くと返せって言われそうなんで、まあ多分言われないと思いますけど、行きましょう。うん、で、なんだかんだね、そんな時間経ってないと思えば結構経ってるな。ここだったっけ？コルデアさん、これで間違いないかしら。早速だけど、かけらの場所を教えてくれる？うん。もう本当に取ってくるとはね、いいと思う。約束通り。うん。宝玉を貸してごらん。うん。うん。一つはガズーノと、あの、塔にあるって、あの、王様を教えてくれましたよね。ご丁寧に。一つは、ここからかなり南の地方。一つは、ここに。ここ？ここにあるんですか？いや、星のせいだね。うん、力が弱まってしまったみたいでは、もう一つの場所もわからない。もう一つの場所。まあ、まずはカズーの塔に行ってみるといい。うん。わかりました。ありがとうございます。その宝玉を渡してもらおうか。あ、レイナ、あれ、誰だ？師匠。僕はその宝玉を渡しなさい。ダメよ、どうか。テスじゃないわ。うん。かけら奪っていったやつよ。一体何が何なんだ。逆らっても無駄なことがまだわからんようだな。ただこの人には勝てないな。だって一撃で4000とか与えてくるからな。やめろ、店の中だぞ。うん、どうなったの？王様、ラストラの森で王女が、ん？王、どっか、王女、サナーナのことかな。あ、これ昔の話か。あ、また昔の話だ。ラストラの村で魔物に襲われたようです。見つけた時にはサーナ王女も。なんてことだ。どうなっ、うん。ドカ君はまだ意識があるぞ。すぐに医者に。はい。テス殿、サーナをなんとか助けられんのか。しかし王女はもう、頼む。かけらを使えば。それは、かけら？目が覚めたかい。私たち、テスの魔法で気を失っていたんだ。俺もだけどね。攻撃は、まあそうでしょうね。あれ本当にテスなの？シュウはこんなことしない。あれはテスだよ。きっと心を操られてるんだ。ガルブレの得意分野だ。何ガルブレって。ガル、なんか、違うか。昔そんな感じのおもちゃがあったと思ったけど、全然名前違ったな。ガルブレ、なんかおもちゃっぽい名前だけど。ラストラの弟子で魔術式を極めた男さ。ラストラって誰だっけ？ただ心が弱く、ラストラもかけらを託さなかった。今は自らの術に溺れ、永遠の命と若さを手に入れようとしているのさ。ああ、それは、うん、自分も欲しいな。どうやってですか？クロノスの力を使うつもりらしいが、まあそんなことは無理さ。人間一人の体でどうこうできるものじゃない。そのガルブレってやつに操られてしよう。なんか頭の中がこんがらがってるんですけど、あれ、そんなに悪い人なの？
しかし君がテスの弟子だとはね。ショーのこと知ってるんですか？もちろんさ、ラストラの弟子の一人、刀術師テス。師匠がラストラの弟子。すごい人に、武術や魔術を学んでいたんだ。とにかく今はカズーの塔を目指すしかないわ。きっと、ゲッペルも、あ、そうだ、ゲッペルだね。うん。人の名前がね、本当に覚えられないね、年でございますね。うん。まあ、年以外の要素もあるんですけど、まあ、一般的には、年かな？年が一番、7割ぐらい占めてるかな？年7割、もともとが3割かな。カズーのかけらを取りに行く。うん。なんてだって、かなり長い間一緒にいてお世話になった人の名前すら忘れちゃう人間ですからね。うん、ゲッペルも、そうですね、かけらを集めてるらしいですからね。キリーベのかけらを取り返して、テスを連れて帰りましょう。うん、あの人に勝てる気がしないんだけど。カズーの塔に行くなら、竜の、なんだこれ、顎を通っていくことになる。今の君の力では無理だ。もう少し力をつけないとね。どういうことですかね。でもそんな時間は心配するな。君のその指輪を強化しよう。本当ですか。ただし、強化に必要な素材は自分たちで取りに行ってもらう。必要な素材、ここから南に行ったところに修練の森がある。ああ、動画外で行ったけど、ここ、こんなところに来てる場合じゃないみたいな感じで、サーナ王女に言われたな。その口から黄金花を取ってくるんだ。ああ、そうすればそれを使って琵琶を強化しよう。ああ、ありがとうございます。必ず取ってきます。はい。どうしようかな。時間、この人話したっけ？よく考えたら。もう一回話した。頑張ってね。うん、これ、毎回聞かれるな。観光できたのって。この世界では観光は流行ってるの？武器屋一応覗くか。なんか、あるかもしれない。一応1個買っといてもいいか。これもちょっと1個買っとこう。力の指輪はいいな。ここはクエスト、なんだっけ、冒険者ギルドだっけ。報告できるのはないか。ここに新しいクエストあれ、ああ、一応、これでいいかな。ああ、ファイヤーバードで鋭いくちばし手に入るのはいいですね。この人は静かな国だろう。何も起きねえから人によっちゃ退屈。うん、平和が一番ですよ。道具屋か。道具屋も一応覗くか。あ、人がいるな。新年、広くて楽しいよ。新年って何？あ、神殿か。多分だけど。ああ、なるほど。聖水は、買っておこう。あ、強力な聖水とかあるな。あ、強力な薬草とかはちょっと欲しい。待って、これ10個買ったら結構金減るな。まあ、レベル上げとかやるから。
力の魔石。魔石、魔石、魔石は道具で使われてたっけ。肩が痛いな。また遊びに来てくれたのでゆっくりしていってね。またって何？あとゆっくりしていってねってなんか久々に聞いたな。やっとの店は、結構ここなんかあったりしなかった。あ、肩が痛いな。もうね、腰が痛かったり肩が痛かったり本当に。少し肌寒いでしょう。そうですね。一番寒い時には雪が積もったりするのよ。確かにちょっと鍛えたところに雪が積もってましたね。ここは入ったかな。一応タンスっぽいものを調べる。蘇生薬。この、ここは昔からのどかで何にも変わらんのです。おじいさん、お姉さんとか、おばあさんとかなんかいるけど、ここは何？なんか勝手に動いた。あら、あなた。なんか用ですか？あなた、鍛錬の書を持っているので、それなら真剣に頼んで、クラスチェンジができるわよ。クラスチェンジ？クラスチェンジのことは左のお部屋のお兄さんがよく知ってるわ。待ってて呼んできてあげる。あ、来た。クラスチェンジしに来たの？いや、説明は、してください。クラスチェンジすると、君のレベルは1まで下がってしまう。え、じゃあクラスチェンジしない方がいいじゃないですか。まあ、そうですよね。いきなり1になるって言われたら。でもクラスチェンジする前の能力値を少し引き継ぐから、前のレベル1よりは強くなる。引き継ぐステータスは毎回積み立てられていくから、クラスチェンジを繰り返せばどんどん強くなれる。なるほど。だけどレベルが1になるなど、覚えた魔法や特技はどうなるんですか？もちろん覚えた魔法や特技は忘れちゃったりしないよ。だから安心してどんどんクラスチェンジをしてくれ。ただしレベル30からしか、スマホが落ちました。クラスチェンジはできないから気をつけて。30になったんじゃないかな。もし転職したいなら、正面の部屋で新刊さんに話しかけるといいわ。わかりました。ありがとうございます。30になったんじゃないっけ？なってましたね。トップになってる。ということは、やっぱ、こっちもあるんじゃないかな、なんか。何もない。ここは絶対なんか一個あるよ。あれ。とか言って何もなかったら恥ずかしいな。あったあったあった。反対は、こっち調べたっけ？それは聞いた。たまにいる猫は何だ？マスコットかな？チョの人か。ブローが。何これ？ブロンド。何度摂取を訴えても止まらず、それにも疲れていつの間にかこんな口調になっちまった。蝶は蝶、何が蝶だ。自分で笑ってるのか。元気出してください。きっとそのうちいいことがありますよ。僕もですね、なんか普通にこうゲームやってて、なんかやっぱ見てて面白くないんですよね。そのゲームが悪いとかじゃなくて、自分の喋りとか、あとは、そうですね。話してる内容とかですね。なんか、個性をね、出した方がいいのかな。キャラを作って、キャラ作りするとか。あまり
基本的に感情がないので、真術系かつて気になる。回復魔法や蘇生魔法をブライトする。薄いなんかクラスとかついてるのかな。てか戦士系力と体力が高い。うん、アマゾネス怪力少女。アマゾネスはあれかな、サーナかな。怪力少女、怪力少女、ちょっともう一回調べてるというか、魔法術師、魔女っ子。上から順番にキャラクターっぽいな。アルテミスっていいな。アルテミスってなんか弓使いのイメージがあるんだけどな。神話的な問題で。真術系、回復魔法、これは調べたっけ。癒し系ね。女系クラス。不思議ちゃんね。一番最後が相変わらずなんかな。ちょっと待って、何？噂なんだけど、今言ったクラス以外にも隠されたクラスがあるんだって。なるほどね。ちょっと待って。魔刀戦士って今のやつだよな。違う。あれ。魔刀術師。いや、この辺りちょっと後にしようかな。多分ですね、こういうのってレベル、戻せないか。ちょっと考えますか。